やってないみたいだけど、沸騰したお湯っていう俺の2番煎じ野郎行くわ。行きます。こいつはね、辞退しないと思うし、めっちゃ弱いから潰しましょう。あれ、お前から来るよな。お前ビビって俺に送ってこれへんから、俺が代わりに送ったってんねん。ありがとうと思え。かわいそうに。進化して俺の力を見せてやるぜ。あ、じゃあ一緒にやろうぜ。はい、じゃあせーの。はい、どうぞ。待ってって言ってる時点でお前俺より進化してねえだろ。7445や。あ、みんな聞いてくれ。マジで。はい、これ正解しました。お前ちゃんと音出せや。正解ですっていう音、ピンポンとか音聞こえへんから。これ音出んだろ。わかるでしょ。白色のテープをあそこに貼ってるでしょ。あそこにさ、貼ってるってことはどうなるかっていうと、不正解っていう文字が出ても、負の部分が隠れてるから正解に見えたん。いや、まあじゃねえから、お前不正解だから、それ。なあ。あ、ゆきんぴに頼んでみる。うん、頼んでくれ。俺、ゆきんぴとマジでコラボして。お前な、休憩やから。いいね、やめて。お前と再生してん。え？いいね、やめて。ねえ。いいねは別にいいだろ。いいね、やめて。1000コイン以上のアイテムじゃん。あ、なんかドラムとか。1000コイン以上のアイテム。1000コイン以上のアイテム。いいね。そう、タップお願いします。タップお願いします。勝つぞ、こいつには。俺の2番煎じ。お前やろ。じゃあ 42×69 は3256。 2898 や。3256。いや、ちげえよ。何言ってんのこいつ。じゃあ3256×98 は3、それはまだで106。ちげえよ。33.22 だわ。106なわけねえだろ。1000個以上のアイテム、ほいほい、それだ。草って言われてる。あのさ、なんやねん。あのさ、今いいねしてる人誰？マジやめて。あの、俺の、あ、ひし形さん、ひし形さんなんかくれたの？これ、ひし形さん。いいねされるだけありがたいと思っとけよ。ひし形さん、ちびっこ恐竜ありがとう。ガオー。黙れや、うるさいね。ひし形さんはいいね、オッケー。ひし形さんはいいね、オッケー。ずっとうるさいね。お前、普段何してるの？普段何してんの？普段マジリアルな話、バンドです。運動、あ、バンドやってるの、チンジレさん、バラムナ。なんていうバンドなの？バラムナ、スライです。スライ。スライ？はい。スライとき、スライと言えたらいいのにな、はは、やな。スライってどういうこと？サライは知ってるよ。サライのソーラエとか、スライとき、スライときっていうな、決意の朝にもあるけど。うん、スライ。まあ、うん、スライってどういう意味かっていうと、わかりません。わからんもことをな、やんなよ。あ、にゃん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 。プリン将軍のリスナーにめっちゃ嫌われた。あ、それは申し訳ない。ほんとこの人面白くないっすよね。いや、おめえの方が面白くねえから。なんか、一発芸やってみるやつや。一発芸、いいですよ。一発ギャグ。一発ギャグ。うん。江戸時代の、あ、待って待って。もうおもんない。江戸時代のでおもんないわ。一発ギャグ。沖縄県のミッキー。沖縄県のなんて？ミッキー。バラムマンマン。はい、沖縄県のミッキー。はい、どうぞ。那覇？あ、うまい。面白くないけどうまかった。うん。そしたらじゃあ俺もギャグしましょうか。うん、あ、サセハラミノちゃんと結婚できるんだ。楽しみだな。あ、サセハラミノちゃんが俺にキスしようとしてる。わあ、最高だ。パパパパーン、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 コッペパン。世の中うまくいかないもんですね。みんなライオン来てたぞ。やば。プロソロ見てて飽きんない。ありがとうございます。プロソロは面白いから YouTuber とコラボするんやで。それな。うん、この人いつもあんたの真似してるよ。うん、それな、うん。お前さ、俺の真似してさ、うん、バラ、うん、お前さ、俺のモノ真似してさ、バンバンザイとコラボしてこいや。できへんと思うけど。あ、こうやって女の子、うん、かわいい女の子の前にね、こうもう興奮しちゃうんだからもう。何言ったんこいつ。お前バンバンないとコラボ俺の真似してしてこいやっていうことに対して、可愛い女の子と興奮しちゃうんだけど、お前意味わからんから。アオリーナとあのホテル一緒の部屋いたじゃないですか。もうプロソロバンバン、プロソロパンパンになっちゃってる。もうお前バンされるぞ、そんなこと言ってた。計算早くて歌うまいからプロソロさんの方が上ですよ、それな。おい、お前これガチで当てに行け。お前俺よりも計算早いやろ。やれや。はい、どうぞ。5247。これ9000です。9000。はい、正解です。頭抜くペン。沸騰したお湯雑魚。お前それできねえし、動画ミラーリングしてねえから、また反転してるって言ってんだよ。まただ。言われたことやってねえ。お前、毎回ミラーリングやらんから、視聴者置いてけぼりになんねんて。で、画面遠いから、不正解か正解かわからんし、音も出えへんからわからんねん。
音出せや、それ。音出してみろって。音出してみろや、お前。いや、俺はできるけど、音出してみろ。いや、音出てなくない、それ。いや、音ないの。なんで音ないの。いや、音あるから。音出る設定にしてないだけでしょ。いや、そのアプリあるよ、俺も同じやつ。同じやつあるから、それ。フラッシュアンドのアプリでしょ。まあ、あるけど、まあ。コメント。やばいぞ、おい、まあ、おう、ジローラマ、グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。ちゃんとギフト送った。だけど、否めない。いいね、でも、離れがたいのさ。さあ、さあ。やば。やば。毎回負けてるやん。127点。よわ。かわいそう。7万人。お前がかわいそうやろ。7万人近くいる人が456ってもう笑っちゃうもんお前19歳バンドマンとして全然売れてないな。2044人しかいねえし127ポイントしか入ってないんか。いやいや全然沸騰できてねえよ。ぬるま湯だよ。お前ぬるま湯に使ったままなんだよ。早く上がってこい。沸騰した世界にぬるま湯にずっと浸かることが健康第一って言うでしょ。いきなり熱いお湯入ったらやけどするやろぐらい。あ、じゃあ、お前は、健康であればそれでいいってことね。売れたいと思わないんだね。じゃあ、スライムを別に、じゃあ、売れずにそのまま解散という流れでいいってことですよね。急がば回れということを知らんのか。急がば回れってお前言ったな。大事なところで噛んでしまうやつがさ、成功できると思ってんの？燃えない戦いですね、それな。ジローラもありがとう。弱い人にはたくさんギフトあげないらしい。それな。そりゃそうだろ。だって、あげても面白くねえじゃん、こいつ。うん。ねえ、どう考えて、こっちか。こっち。こっちこっちこっち。いや、それやったら自分にやっちゃう。ああ、逆、それぞれで逆になるの分かるやろ。だから俺から見たら俺が左で、沸騰したお湯が右で、沸騰したお湯から見たら沸騰したお湯が左で、俺が右やねん。うん。こうしたら、それでいいんじゃないかな。多分な。努力の差が物語ったり、それな。いや、お前さ、なんかドラムでさ、なんかできることやってみてよ。例えばなんか回してみたりとか。うん。やってみてよ。お前今ちょっとガチでミスった？お前緊張してガチでミスってない？はい、ちょっと頑張って。はい、あと10秒やって。お、すごい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 。これやないか、それな。これがね、面白いんすよ。このね、なんてやろう。面白いんすよ。ナイス、ナイスでしょ。面白いでしょ、これ。いや、面白いんすよ、これがね。